勇者に学ぶ行政書士の役割と業務。どうしたの？行政書士の本質とかマインドの問題とかって結局何なの？ああ、半分の行政書士がわからないってやつ。勇者が魔王を倒して世界を平和にするみたいな、わかりやすい話ならな。できるよ。え？勇者の話にできるよ。てか勇者の話とほとんど変わらない。どういうこと？勇者と行政書士は構造、本質、考え方においてすごく似てる。何言ってるかちょっとわかんない。じゃあまずは勇者や RPG の世界をおさらいしつつ、共通する部分を見ていこう。 RPG の主人公である勇者は世界の平和のために旅立つ。世界の平和という抽象的な目的は、王様から魔王打倒という具体的な依頼として同時に語られることが多い。行政書士で言えば、行政書士法1条の目的は国民の権利利益の実現になる。法律の構造でいうところの小目的は同じく1条の行政に関する手続きの円滑な実施に寄与、国民の利便に資し、これは業務の遂行と言い換えてもいいのかもしれないね。魔王打倒と違って依頼の具体性がないから、ここでは許認可取得と考えていいのかな。王様を依頼者とするなら、具体的に語られる魔王打倒と許認可取得を対応させてみていくのが分かりやすそうだね。ただ RPG の王様は日本で言えば総理大臣とかそういう人だから、世界とか国民全体レベルの依頼になるけど、行政書士の場合はそうじゃない。行政書士だともうワンステップ、依頼者自身の課題みたいなものが間にあると考える方が適切だね。勇者は剣や魔法といったさまざまなスキルを持っていて、戦闘などの経験を積むことで能力は向上していく。行政書士も許認可、事業支援、民事、国際などさまざまな専門分野のスキルを持っていて、業務などの経験を積むことで能力は向上していく。勇者は世界の平和のために魔物を討伐したり、伝説の武器を手に入れたりと、順に課題をクリアしながら進めていくことになる。その過程で勇者は剣を振るい、魔法を放つ。行政書士は依頼者の課題解決のために許認可を取得したり、コンサルティングを行ったりする。その過程で書類を作成したり、相談に対応したりすることになる。勇者は状況に合わせてその時々に必要なことを考慮しながら、適切な行き先を選んでいく必要がある。行政書士の場合はそういった攻略順序的なことを考える場面は少ないのかな。そうでもないよ。例えば法人なりして旅館業を始めるケースだと、法人設立や物件の取得、融資獲得、近隣住民への説明、工事や消防関係などが複雑に絡み合っていて、しっかり順序立てて進めないとうまくいかないね。勇者と行政書士に構造上対応する部分があるってことはなんとなく理解できたけど、やっぱり全然似てる感じはしないな。そうか。では勇者って RPG の世界においてどういう存在？プレイヤーの分身であって世界を救う英雄。じゃあ行政書士はどういう存在？許認可手続きの専門。あれ？そうだね、対応してないね。勇者は剣や魔法で世界平和のために魔物と戦うのであって、剣や魔法を使うことはもちろん、魔物を討伐することも目的達成の手段に過ぎないよね。もちろんたまには寄り道することもあるけど、世界を救うために旅してるわけだから。行政書士も知識と経験で依頼者の課題解決のために許認可を取得しているはずなんだけど、許認可を取得したらあとは全部自動的に達成みたいな感覚に陥って、実質的に許認可取得が目的になっていたりする。でもそういう依頼ならそう考えてもしょうがないんじゃない？そうだな。例えば魔王を倒したら実はさらに大魔王がいたってなったらどうすんの？そりゃ倒しに行かなきゃ。そうしないと世界の平和は実現できないじゃない。じゃあ魔王討伐より前の段階で、魔王の腹心みたいなボスが実は魔王に操られていた昔の勇者みたいな展開もあったりするよね。それはどちらかというと漫画っぽいけど、何らかの事情で魔王側についてるだけで、倒すべきでないものもいる。なんとか説得したいところ。うんうん。でもそういうのってある意味で王様の依頼とは違う行動なんじゃないの？いやいや、そんなことないでしょ。大魔王が世界の平和を脅かすなら立ち向かうし、間違ってしまった人は正しい方へ導く。
王様に魔王を倒してくれと言われても、勇者の目的は魔王の暗殺じゃない。では、改めて考えていきたいんだけど、とある許認可を取りたいと依頼された行政書士の役割は、許可証の取得手続き。いや、少なくともその先にある依頼者の課題解決だろう。多くの場合依頼された許認可の取得が一番いい方法だろうとは思うけど、他の許認可や法人設立が必要ならそれも検討する。許認可取得以外の方法が適切な場合だってあるかもしれない。その場合の許可取得は業務の目的ではないよね。もちろん目的はあくまで許認可取得によって実現したいことそのもの。許可証の取得は手段の一つでしかない。仮に依頼者が許可を取得することが国民の権利利益の実現に反する場合はどうかな。依頼が違法な目的や反社会的行為につながる恐れがあるなら、盲目的に依頼を遂行することは許されない。依頼者の課題解決のために直接の依頼内容である許認可取得もあくまで選択肢の一つに過ぎないと捉え、あらゆる可能性を検討実行する行政書士って、果たしてその許認可手続きの専門家と呼ぶのがふさわしいんだろうか。うん、そう言われると確かに必要な手続きもやるコンサルとかの方が合ってるかも。それなのにどうして行政書士は許認可手続きの専門家って言われているんだろう。実際にやってるのが許認可手続きだから。どうして許認可手続きだけなの？許可証が取れれば依頼は達成できるからかな。許可証の取得と依頼者の課題解決は常にイコールなの？イコールになる場合もあるけど、他の手段も並行すべき場合もあるし、そもそもその許認可はいらない場合もある。許認可取得は課題解決に向けた依頼者自身のアイデアであり提案と考えることが重要。そうだね、それがマインドの問題ということになるね。勇者と同じように達成すべき目的を常に見据えて、必要なこと不要なことは何か、どのような方法でそれを実現するかを考え実践するのが行政書士の本来の業務であり役割なんだ。行政書士に必要なのは勇者マインド。現実に活躍する行政書士の中にはその勇者マインドを持ってプレイングコンサル的に業務を進めている人もたくさんいるよ。そしてその中には建設業許可手続き専門みたいな謳い方をしている事務所も結構ある。どうしてそんな表現を？一般的には依頼者が行政書士に依頼するきっかけになるのが建設業許可取らなきゃって認識からだからだね。依頼者側の依頼のきっかけになるキーワードを謳うことでアンテナにかかりやすくしようという戦術か。それに行政書士の依頼者は RPG の王様と違って賢い。依頼者自身に必要なものを分かっていて的確に具体的な依頼をしてくることがほとんどだ。なるほど、実態とも大きくずれないと。確かに RPG の王様は勇者に丸投げするくせにろくに支援もしない。王様ならもうちょっといろいろやるべきことがあるだろうっていつも思う。今行政手続きのデジタル化の中で手続きは簡略化され大きく変わろうとしてる。そんな中で申請や許認可手続きだけを行政書士業務だと考えていると自分の存在価値そのものが否定されているように映ってしまう。あなたのやってた手続きはデジタル化でいらなくなりますって言われたらそりゃそうだろう。でも勇者マインドで許認可手続きはあくまで依頼者の課題解決の手段の一つと捉えていたらどうかな。あ、その手続きはいらなくなるの？ラッキーってなる。考え方だけでこの違いが生じるのは相当大きいことだね。新規業務の開拓にも同じことが起きてる。空き家対策みたいな申請や許認可手続きとの関連が薄い新規業務を推し進めることが自己への存在否定だと感じてしまう。空き家対策では地域コミュニティへの貢献のようなこれまで行政書士が重要視実践してこなかったスキルが大切になってくるから、自己認識とのギャップが大きすぎて受け入れられないのか。申請や許認可手続きだけを行政書士業務だと考えているとデジタル化とか新規業務といった行政書士への新しいニーズ全般に対する拒否反応につながってしまうのは理解できた。剣を振るうことにしか自分の存在意義を見出せないバーサーカーが争いをなくそうとする勇者を敵とみなすような状況だね。闇落ち。行政書士個人とか事務所単位で旧来型の業務を続けるのは自由なんだけど、会とか組織としての拒絶になってくるとデジタル化社会で国民が便利になることをも否定してしまう。おお、それはやばいやばい。行政書士会が魔王軍になってしまう。そうだね、
会が国民の権利利益の実現を邪魔することは許されないから、デジタル化への変化を拒絶できない。マインドの問題は行政書士にとって極めて重要。特に会の役員にとっては魔王の呪い、勇者マインドで真の目的を見失わないようにしないといけない。行政書士よ、勇者であれ。